2個目です。今日は8月19日、獅子座の新月というすごい一日ですので、皆さん今日は空に向かって目標を祈りしてみてください。っていうかこれ今日アップするの間に合わない。これから県民会館で県の文化祭の開会式が明日なのでリハーサルに行きました。今日は純さんに会うことはないと思います誰かにまったり、まあ、僕リュートピア多いですけど、県民会館はどっちかというとああいうメジャーな有名な人がコンサートする場所だよね。スーパーフライとかさ、斉藤和義とか、まあ、僕はあんま使わないんですけど、今日はそのリハーサルですので頑張りましょう。ちょっと暑すぎない？暑いですね、今日も。ああ、いいね、セミが。ああ、夏男ですから。高校時代はなんか俺は夏男と言われてましたけど、なんでだろう。美容師は夏男だった。え？なんでだろう。ということで、リハーサルまた後で報告します。県民会館、楽屋到着しました。共演するクジラカさんと一緒です。どうも。どうも。ちょっと古いよね。県民会館。古いですね、ちょっとね。こんな感じ。こんな感じなんでね。こんな時計、ないよ。こんな時計。学校にあるやつ。そうです。学校にあるような時計が。まあ別に話題性もないですけど。待ってますね、今。今こう待ってる状態です。大体楽屋にはこうやってモニターがあるんで。モニターの様子を見ながらやることが多いですね。まあ今日はリハーサルなんで緊張しませんが、明日になると緊張するんだよ俺が。本当に緊張しないのって言われるけど、緊張してますから。緊張しない人なんていないですよ、世の中絶対ね、どんな職業でも。明日の本番頑張りたいと思います。おめでとう。よろしくお願いします。クジラクさん、おいくつなんだっけ？あ、僕あの42です。42だ。42か。今年 42? 今年43になります。あれ、蛇年？蛇年です。おー どうしたんですか？俺の3つ、俺30代かなと思ったんだけどあ、よかった、上じゃなくて。30代じゃなくて30後半かなと思ってたんだけど、藤原さんも結構じゃあ行ったんだね。まだ行ったんだね。そうそう、俺46だから。いやいや、見えないですよね、ほんと。いや、もう50ですよ、落ちちゃう。落ちちゃう、50ですよ。アラフィーだっけ。アラフィフですね。あ、アラフィフっていうの。アラフィフって俺もアラフィフですか。もう、ほら、8月19日だから。俺9月19日誕生日なんで。ラストコンサートに向けて。9月19日がラストコンサートなんで、皆さん来てくださいね、能楽堂。もう見れないよ。はい。そういうことで。はい。はい。よろしくお願いします。どうも、お疲れ様です。まだ日曜日よかったですよ。日曜日。ああ、8月。ああ、そうです。10日。ありがとうございました。お願いします。はい、舞台袖で今から行きますんでね。ちょっと下がった方がいいですか？このスペースで。生ですもんね。はい、映像生ですよ。生なんですが、YouTube のカメラがこう、はい、前に行ったら。じゃあここで、前に回ってくれ。そこからやればいいですね。はい、そこからお願いします。これなくていいんですか？はい、もちろん。チャンネルの美容師です。よろしくお願いします。
な感じで見ていただいて、はい、何分ぐらいですか。いや、4分ちょっとですね。いいですか、4分ぐらい。大丈夫です。4分ぐらいですか。はい。知りますなんて仕事なく本当にみんな仕事なんとかなんとか踏ん張らない救済した、うん、綺麗だね綺麗だね PV 撮りますようん PV 撮れるね撮りますよ いいカメラだしすごいな 4K6K です、ね、6K って何ですかついていけないね。ついていけない。シックスケートのだもんね。映像すごいですね。こんな綺麗な。もうじゃあ明日はどこから？あ、映像だけです。終わったの。お願いします。中の。はい。皆さんですか。そうですね。おはようございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。前だけここ通らなきゃ。364 OK です。OK です。続きまして、チャリティープレイヤー、ウィルさん、お願いします。終わりました。